ルディ・ジュリアーニはもははもやななみのいい名前ではないでしょう。ジュリアーニ氏は1944年5月28日ニューヨークのブルックリンの一般労働者の家庭に生まれました両親はカトリック教を信仰するイタリア系移民の光営です子どもの頃からマフィアによる絶え間ない犯罪を見ていたことは彼に大きな影響を与えました父親の意向もありロースクールへ進学した彼は 後の1970年に連邦検察官になったことを皮切りに、犯罪と戦うキャリアを始めました。今日は、今回のアメリカ大統領選でトランプ大統領の弁護士としても活躍し、ニューヨークの王とも呼ばれるルディ・ジュリアーニの人物像に迫りたいと思います。1981年、放送会でキャリアを積んでいたジュリアーニ氏は、レーガン政権で、 副検事総長に抜擢されまし,たしかし、日頃司法文書を相手にしなければならないことを不本意に感じていた彼は、レーガン大統領に地方政府への転勤を依頼することになります。1983年、ジュリアーニ氏は連邦検事としてニューヨーク南部地区に赴任し、かの有名な犯罪検挙キャンペーン、ブラックアウトを始めました。 このの期間中に4152人の有罪が認定されています。後に25人が無罪に転じますが全体数にしても認定率にしてもその数値は抜きに出ていましたトランプ大統領はかつてジュリアーニ氏を伝説の犯罪投資と称賛しました80年代前半のニューヨークは各種の犯罪に悩まされていました犯罪の都 犯罪者の楽園となったニューヨークでは、麻薬、売春、そして暴力犯罪があふれていました。ブルックリン地区では、年間平均3000件以上の殺人事件、60万件以上の銃犯罪が起きており、マンハッタンの路上では麻薬売買は堂々と行われ、マフィアグループは各自の縄張りを支配し、窃盗をはじめ、銃撃や殺人などの刑事事件が絶えませんでした。 1979年1月、ニューヨークの地下鉄では2件の殺人事件が発生し、2月にはさらに4件発生しています。わずか2ヶ月で地下鉄で6人の殺人事件が起きる街。それはとても住めるものではありませんでした。ニューヨークの治安悪化の根本的な原因は、1980年代初頭の産業不況と景気低迷でした。 ニューヨーク市政府は破産申請をしそれに伴う公共施設や警察予算の削減などで多くの白人中産階級者は都心部から郊外へ移住し800万あった人口は100万も減少しましまた。その結果、アメリカ政府はついに大規模な犯罪一掃作戦を開始しました。 地元ニューヨークに赴任したばかりでありながらも太いパイプを持つジュリアーニ氏はホワイトハウスの支援を受けていることもあり350人の FBI 調査官100人の上級警察官および大人数の警察を動員できましたこの体制で1000人の暴力団幹部5000人の団員に対して調査を行いました一方追放されたマフィアが ジュリアーニ暗殺を仕掛け続けていました弁護士時代から検察官時代にかけて絶えなく暗殺を狙われ懸賞金が80万ドルになる時もありましたそれでもジュリアーニ氏は屈しませんでした大規模な調査、証拠収集そして1000時間近い盗聴録音をもとにマフィアたちの氷菓子、脅迫、誘惑、殺人 麻薬密輸などの犯罪内容が浮き彫りになりました。ジュリアーニ氏はそれを根拠に、アメリカの五大ギャングファミリーのボスと12人の上級メンバーを提訴しました。これらの5大ギャングファミリーとは、コロンボファミリー、ガンビーノファミリー、ジェノベーゼファミリー、 ルッケスファミリー VR のファミリーのことで中でも特に難しかったのは主にローンシャーク事業を運営していた53歳のカーマイン・パーシコでした圧倒的な証拠を前にしてパーシコが逃げ切る方法が一つしかないことは明らかでしたそれは自分自身が国家権力によって迫害されている脆弱な集団であると演じることでした彼はメディアに「私は何もしていない無実だ」 とアピールしましたが会えなく却下されました彼は最終的には139年の終身刑を言い渡されましたその結果ジュリアーニ氏は国民にも最も尊敬される犯罪と戦うヒーローとなり後に正解りを果たしたのです 1994年ジュリアーニ氏はニューヨーク市長に選出されましたそれは長年にわたって混乱と犯罪に苦しめられてきたニューヨーカーたちが犯罪に立ち向かえる人物を必要としていたからでした就任後もジュリアーニ氏は相変わらずマフィアを恐れることはなく乱世を治めるための厳罰といった政策を精力的に推進しました彼は犯罪学者の 割れ窓理論を信じていましたつまり建物の窓が壊れているのを放置することが誰も注意を払っていないということを象徴しやがて他の窓も全て壊されるという考え方です。ジュリアーニ氏は軽犯罪から取り締まることで重大な犯罪を抑止すると主張し大小に関係なく犯罪に寛容にならないという施策を貫きました。 その結果、彼が市長に在任した8年間でニューヨークの犯罪率が56%下がりました2001年9月11日ニューヨーク市長在任中だったジュリアーニ氏は第二次世界大戦以来最悪の対米攻撃に直面しました ワールドトレードセンターのツインタワーが崩壊した時ジュリアーニ氏は現場からわずか2ブロックのオフィスにいました彼はすぐに副大統領と知事に電話をしましたがどちらも通じませんでした数百万トンの鋼鉄とコンクリートが地面を叩きつけマンハッタン一帯は瞬く間に死の街と化していました現場にいち早く駆けつけたジュリアーニ氏は 多くの警察官や消防士が殉職する中、現場を離れることを拒み、悲しみに暮れながらも冷静にみんなの不安を払拭し、励ましていました。彼は絶対にあいつらを逃がさない、明日からまた街に出よう、仕事に戻ろう、アメリカは負けないぞ、を口にしていました。 彼の行動はは当時のののアメリカカ大統領ジョージ・ョーーー・ブッシュの無関心な反応とは完全に対照的でした彼の迅速な対応や穏やかで明確な指揮は評価されました後にジュリアーニ氏はタイム氏の年間最も輝いた人に選ばれイギリス女王エリザベス2世も彼に名誉騎士の称号を授与しましたその他にも国内でも人気が急上昇し アメリカ市長とのニックネームで呼ばれるまでになりましたこのニックネームは彼の人柄と政治業績の表れでしょう同時期に彼はニューヨーク出身のもう一人の重要人物後のアメリカ大統領のドナルド・トランプと知り合うことにもなりますジュリアーニ氏は恩恵な保守派ですが 中絶同性婚銃規制などの社会問題においては中立な立場をとっており真の保守派から批判されながらもよりリベラルな姿勢を保っていました2016年の大統領選挙では長年の知人であるドナルド・トランプ氏を支持し選挙戦では彼の政策や立場を公然と声高に支持しました BBC の報道によるとトランプ氏の大統領当選直後の2016年11月旧友であり同郷でもあることからジュリアーニ氏が国務長官の候補に浮上していましたが共和党内部の反対意見もあり後に辞退しています2016年4月にジュリアーニ氏がトランプ氏を話し合いができる人と評価したことに対してトランプ氏は光栄に思うとコメントし ルディ・ジュリアーニ氏は私のことをよく知っているのでこの評価はなお別格なものと述べていました2018年4月ジュリアーニ氏はトランプ大統領の弁護団に加わり2016年の大統領選におけるロシア政府干渉の可能性に関するムラー特別検査官の調査を早急な解決に向けて進めていました2019年3月24日 ビル・バー司法長官はムラー特別検査官の調査報告書に対する結論を公表しましたトランプ氏の選挙チームとロシアとの共謀関係は認められないという内容でしたムラー特別検査官の22か月間に及ぶ調査の後もなお報告結果に対して疑う民主党の指導者に対してジュリアーニ氏は行き過ぎた行為恥知らずと痛烈に批判しました さらに彼はこのロシアゲートを作り上げた民主党員は謝罪すべきだと指摘し疑惑の背後にいる人物を突き止めるよう要求しました。ジュリアーニ氏はツイッターでカリフォルニア州のアダムシフ会員議員、ニューヨーク州のジェラルド・ナドラー会員司法委員長らは自分たちの凶暴発言に対して謝罪すべきだとツイートしました。また彼は トランプ陣営とロシアとの間には何のつながりもないとムラーも結論付けたとしアメリカを大事にするならそっとしていてくださいと加えましたジュリアーニ氏はその後さらに「これは我が国にとっての転換点だ行き過ぎた共暴罪を作り上げる民主党員たちが一歩下がって自分たちの過ちを認めることがみんなのためになる」 CNNNBCMSNBC などのメディアも自分たちの過剰報道を認めれば将来もっと公平な扱いを受けることができるでしょうとツイートしましたジュリアーニ氏はトランプ大統領の無罪を証明しながら今回の騒動を深く追及する必要があると指摘していました目下3つの調査が必要と考えますロシアとの共謀を裏付ける証拠がないとの結論だが そそもそもこのこののとを作り上げたのは誰誰が言い出して誰がお金を出して誰がそれを後押ししたのか彼らは作り話だと分かっているはず彼らが作り上げたからだと付け加えました2019年9月24日トランプ大統領は国連で中国共産党を批判しましたが 同じ日に、民主党のナンシー・ペロシ会員議長はトランプ氏に対する正式な弾劾調査を発表しています。それは、彼がウクライナ政府に民主党大統領候補のジョー・バイデン氏とその息子に対する汚職疑惑を調査するよう圧力をかけたと、ある匿名の内部告発者が主張したことに関するものでした。トランプ氏は後に国連総会の合間に次のように述べています。 国連総会という重要な日にやるべきことが多くあり進展もあるが民主党は意図的に混乱をもたらしている彼はまたウクライナの大統領との電話通話の全記録を公開すると述べていますではこの事件の真相は何でしょうかバイデン氏は副大統領を辞任してから2年後の会議で副大統領だった時にウクライナ当局に圧力をかけ ブリスマホールディング社を調査していた当時ステージの中央に座っていたバイデン氏は「私は彼らを見て検査官がクビにならなければお金が出ないぞ」と言った副大統領の私にできるかどうかオバマ氏に電話して確認してくれと話していました。 バンク・オブ・アメリカの記録によるとバイデン氏の次男にあたるハンター氏のアメリカ法人は2014年春から2015年秋までの間ブリスマ社から毎月16万6千ドルを受け取っていましたちょうどこの時期副大統領だったバイデン氏はウクライナ情勢改善にあたっていました アメリカのメディアザ・ヒルは2019年4月初旬にジョン・ソロモン氏が署名の論説文を公開し解雇されたウクライナの送金検察官はハンター氏がブリスマ社の弁護士として働いていたこととブリスマ社に対する汚職調査を主導していたことについてバイデン氏が一切言及しなかったと指摘していますさらにウクライナの高官がソロモン氏に提供した文章によると 総金検事総長は当時ブリスマ社を調査しハンター・バイデン氏を含む役員全員に対して尋問を含むあらゆる手段を講じる姿勢をとっていましたまた同記事ではハンター氏がブリスマ社に在籍したことに2つの偶然を指摘しました1つ目の偶然はロシアのガス大手ガスプロムがウクライナがエネルギー料金を前払いしない限り ウクライナへの天然ガスの供給を停止すると警告したためウクライナはロシアの脅威に対処できる支援者を必死に見つける必要がありましたがハンター氏がブリスマ社に入ったのがちょうどその翌日だったことです二つ目の偶然はバイデン氏自身が以前にウクライナの首都キエフを訪問し ウクライナの天然ガス増産計画を含むエネルギー安全保障についてウクライナの指導者と話をしていたことです偶然が重なった結果ウクライナに行ったこともなくエネルギー分野での経験も全くないハンター氏が突然ウクライナのエネルギー会社ブリスマ社の取締役になっています フォックスニュースの報道では早くも2019年6月にハンター氏は乱れた私生活薬物使用と違法取引でしばしばトップニュースになりバイデン氏のホワイトハウスドリームを脱線させるのではと懸念されていましたバイデン氏の選挙チームはウクライナでのハンター氏の役割特にブリスマ社の役割中国本土の企業との関係については口を固く閉ざしていました ジュリアーニ氏はバイデン氏のみならず民主党がオバマ内閣上層部の汚職を隠蔽していたと強調しましたアメリカの国益をウクライナに売り私腹を肥やすのはバイデン一家だけではなく彼らが最も多いわけでもありませんこのゲームの規模は信じられないほどだとジュリアーニ氏はさらに加えていますトランプ氏はもしバイデン氏が共和党員であるならば すでに電気椅子で処刑されているだろうとし左翼メディアは自分たちのダブルスタンダードを恥じるべきだと述べましたジュリアーニ氏はさらに「新事実」というタイトルでツイートしバイデン親子が受け取ったウクライナからの700万ドル中国からの15億ドルに対して民主党は調査をしなければその代償を払うことになるだろう 民主党とオバマ氏はこの犯罪ゲームをどうして容認し許可し続けているのだろうかと指摘しました。翌日、トランプ氏は「我が国の歴史上私ほどひどい扱いを受けた大統領はいない。民主党は憎しみと恐怖に満ちている。彼らは正しいことを何一つできない。他の大統領をこのような目に合わせるわけにはいかない。これは政治的な罠だ」とツイートしました。 トランプ氏はまたツイッターで次のように述べました。ポンペオ国務長官はウクライナ政府から両国大統領間の電話記録の公開許可を得ており、そこに何の問題もないことも彼らは知っています。これは他でもなく民主党による政治詐欺です。 10月9日夜、ジュリアーニ氏の側近でウクライナとベラルーシ出身のイゴール・フルマン氏とレフ・パルナス氏の2人がワシントン DC 郊外のダレス空港で法執行機関に拘束されました。彼らはバイデン親子のウクライナでの汚職調査でジュリアーニ氏に協力していました。 アメリカの検察官はトランプ陣営や他の候補者に違法に資金を提供した疑いで彼らを告発した後逮捕に至りました奇妙なことにトランプ氏がウクライナへの軍事援助の停止を命じた後の7月22日組織犯罪汚職報告プロジェクトと呼ばれるアメリカ組織が 2人の補佐官とウクライナとの間の会合や通信を詳細に記した報告書を発表しました。この組織のスポンサーは億万長者で民主党の支援者ジョージソロス氏です。10月12日までにトランプ氏は twitter で声明を発表し。 現在、彼らの標的は伝説的な犯罪の宿敵、ニューヨーク市史上最も偉大な市長であるルディ・ジュリアーニです、と述べました。彼は時々少し荒っぽく見えるかもしれませんが、実際に偉大な男であり、優れた弁護士です。そのような一方的な政治的迫害がアメリカで上演されています。闇の勢力、なんて残念なことでしょう、とツイートしていました。 後に公開されたトランプ氏とウクライナの大統領との電話録音は、大統領同士の一般的な会話内容にすぎませんでした。しかし、民主党はこれを口実に、トランプ氏に対し権力の乱用や議会調査の妨害と非難し、トランプ氏は下院で弾劾される史上三人目のアメリカ大統領となりました。しかし、上院では両方の告発は却下されました。 いわゆるウクライナゲートは民主党の断崖の失敗とともに終わりましたが、ジュリアーニ氏の努力とは裏腹に、ディープステートによるトランプ大統領への迫害は今もなお続いています。好有关